はい、どうも、ピクスヨスです。今回はですね、94-1 として販売された、東急化学消防車の方を紹介していきたいと思います。こちらのトミカは、1975年3月から、1977年3月の間、販売されていました。トミカのモデルになったのはですね、東急車両が製造している、AMB-1 破壊機救難消防車というモデルですね。ただしこれは自衛隊での名称でありまして、民間の空港では、日産ディーゼルの MF81 というモデルが使用されていたみたいですね。実際に羽田空港などで使われていたみたいです。この破壊機救難消防車ですけども、米軍の消防車をモデルに1960年に生産された M5 の後継車として登場しました。AMB-1 自体は1963年に登場しています。ちなみにその AMB-1 の実写の画像はこちらとなっております。航空自衛隊で実際に使用されているモデルですね。さすがに民間のその MF81 はもうないんじゃないかなと思います。トミカはね、このように航空局という表記があるんで、おそらくですけども、その日産ディーゼル MF81 がモデルじゃないかなとは思いますけどもね。後ろに並んでるのはね、東急化学消防車をベースにしたバリエーションのおもちゃですね。まあ、後で紹介していきたいと思います。まずこちらですね。ちょっと黒箱の方持ってないんで、箱とかお見せできないんですけどもね。こちらがね、先ほど紹介した1975年3月に販売された通常品の東急化学消防車ですね。ちょっとジャンク品というか、傷ありのものとなっておりますけどもね。このようにね、放水銃がね、動くというアクションがついてますね。まあ、フロントから見ていきますとね。これがフロントガラスですね。このようにね、2つに分かれてるっていうのが特徴ですね。これは先ほど言った米軍の消防車もこんな感じになっております。で、バンパーにはね、この丸めの部分、これがですね、ヘッドライトとなってますね。ナンバーのとこですけどね、東急と書いてありますね。で、サイドはこのようになってますね。このようにホースリールが再現されていまして、サイドにはね、航空局3のシールが貼られてますね。なぜ航空局の3号車だったかよくわかんないんですけどもね。で、サスペンションのアクションがついてますね。リアはこんな風になってますね。リアはこんな風になってますね。ナンバープレートのところには東急とこちらにも書いてありますね。で、反対側ですね。こちらにもね、ホースリールが再現されてますね。で、まあ、シャーシはこのようになってますね。東急ケミカルファイヤーエンジンメイドインジャパンの表記がありますね。で、放水銃ですね。このように回転しますね。実際の放水銃はですね、この車内にあるグリップみたいなのがあるんですよね。それで操作することができるんですね。で、屋根はこんな風になってますね。これがですね、AMV-1 というのはですね、このようにガクッとなってるんですけども、後継車種である AMB-2 ですとね、まあ、ほぼまっすぐというかね、タンク容量などが大きくなった関係でね、ちょっと違うんですね。で、リアにはですね、まあ、エンジンが日産ディーゼルということもあってね、ちゃんと UD のエンブレムが貼ってありますね。この AMB-1 というのはね、あくまで自衛隊上の名前というか名称ですのでね、MF81 という名前で売ってるけども、自衛隊的に言えば AMB-1 だろうみたいな感じなのかもしれませんね。続いてこちらですね。こちらのトミカはアニバーサリー24の封入品として販売されました。このセット自体は2000年4月に販売され、価格は税込み 12,600 円でした。まあ、ただね、12,000 円とは言ってもね、24台入ってるんでね、まあ、1台あたりで見たらそんな極端には高くないんじゃないかなと思います。まあ、先ほどのトミカはね、航空局3号車仕様でしたけどもね、こちらは航空局5号車仕様ですね。色もちょっと、こっちに比べるとね、明るい感じがしますよね。では見ていきたいと思います。まあ、基本的な仕様はね、さっきとあんまり変わらないんじゃないかなと思います。で、サイドこんな風になってますね。航空局とね、担保印刷がされてますね。で、5と大きく黄色い文字で書かれてますね。で、こちらもね、サスペンションのアクションがついてますね。で、ホースリールのところのここの部分はね、先ほど同様白いプラパーツとなってますね。で、リアはこんな風になってますね。まあ、リアも基本的に変わったとこはないんじゃないかと思います。反対側はこんな風になってますね。航空局5の表記、ここにもありますね。こちらもサスペンションのアクションが作動しますね。で、車種はこのようになってますね。この時代はね、メイドインチャイナとなってます。で、放水銃がこのように稼働しますね。で、屋根にもちゃんと5の表記入ってますね。ここの蓋というか、これがね、メッキパーツとなってますね。まあ、さっきのもなんかメッキなのかなという感じはするんですけどもね。メッキっていうか金属そのものか。ちょっと色が全然違う気がしますね。まあ、あと、ホイールがやっぱ違いますね。当時物と違って。こっちは復刻なんでね。こっちは当時物ですね。続いてこちらですね。富川口1に封入されていた東急化学消防車ですね。
こちらは2000年12月発売で、定価は税込み350円でした。基本的にはさっきのと似てる感じはするんですけどもね、さっきの車両と比べますとね、このようにね、色がだいぶ暗くなってるんですよね。まあ、どっちかっていうと通常品近い色なんですかね。ただ先ほどの車両と違いましてね、バンパーなどもちゃんと赤く塗られてるんですね。赤っていうか、朱色ですかね。フロントはこんな風になってますね。先ほど言った通りヘッドライト、それからバンパーがね、このように赤く塗られてますね。このようにね、ガラスパーツ、これがクリアパーツになってますね。さっきのやつはこのように、ちょっと緑というかね、スモークが入ってるんですよね。サイドこのようになってますね。こちらもサスペンションのアクションがつきますね。で、このようにね、航空局3の表記がありますね。ちょっとね、汚れてますけど。で、リアはこんな風になってますね。ここはあんまり変わりないですね。反対側ですね。こちらにもね、航空局3の表記がありますね。で、シャーシはこのようになってますね。ちゃんとシャーシも赤く塗られてますね。メイドインチャイナとなってます。で、放水銃ですけども、こちらがですね、黒パーツですけどもね、再現されてますね。で、これが赤色灯みたいですね、このちっちゃいのが。ちょっとわかりにくいですけどもね。これが赤色灯で、こっちのちっちゃいのがね、スピーカー、サイレンですね。サイレンスピーカーがついてますね。で、タンクの蓋は、タンクの蓋なのかな？これそもそも。上から見たことないからよくわかんないですけどもね。これも黒パーツとなってますね。こちらとメーカーはね、通常品を担保印刷にしただけのような、まあ、印象はちょっとありますね。細部は全然違いますけどもね。続いてこちらですね。マグラムレスキューアルファのファイヤーインパルスというトミカですね。こちらは2003年10月発売で714円でした。まあ、ちょっと以前ね、ワルーダのトミカ紹介したと思うんですけどもね、それ同様にですね、アルファチップというものを搭載しておりまして、まあ、これをマグナムガーディアンに乗せることで、まあ、いろんなサウンドが聞けるというおもちゃですね。で、ファイヤーゴーとかね、聞けるみたいですね。ついてくるプラキッズは、翔太隊員、マグナムレスキュー隊の消防士、翔太隊員、マグナムファイヤーの指揮を取る、真っ赤な車体のファイヤーインパルスで火災現場に急行する。まあ、他にどんな音が出るのかは全くわからないですけどもね、開けていきたいと思います。残念ながらね、マグナムガーディアンも持ってないんですよね。ちょっと音聞きたいですけどもね。聞く手段がないですね。まあ、このようにね、プラキッズにはね、シールが付属しまして、まあ、このシールを貼ることでなんか、マグナムレスキューの隊員らしくなるみたいですね。まあ、これだけ見ると工事現場の作業員みたいな感じがしますね。ヘルメットもなんか、こんな感じですし。まあ、これは貼らないでおきます。こちらがね、ファイヤーインパルスなんですけどもね。他のトミカと異なりましてね、結構塗装がしっかりしてるというかね、彩色がされてるんですよね。通常品なんですけども。まあ、このようにね、シャッターというか、こういうところはね、塗装なしなんですけども、こちらのトミカね、このようにシルバーで塗られてるんですね。まあ、基本的な仕様は、アニバーサリーの時に近いかなっていう気はしますね。上がメッキだったりするんで。で、まあ、あとですね、これ固定されてるんですかね、かなり硬いです。こういうものなんですかね。すごい硬いですね。フロントこんな風になってます。マグナムレスキューのこうシールが貼られてまして、ライトパーツはね、アニバーサリー同様、こうちょっとスモークの入ったものになってますね。で、ヘッドライト、それからバンパーは、まあ、シルバーで塗装されてますね、これは。メッキではないですね。で、サイドはこのようになってますね。ホースリールは白パーツとなっておりまして、先ほど言った通り、この辺がね、シルバーで塗装されてますね。で、航空局とかそういった表記はないんですけども、マグナムレスキューのこのロゴというかね、エンブレムがシールで再現されてますね。この辺がね、黒く塗られてますね。で、マグナムレスキューとね、担保印刷でされてるのも特徴ですね。で、後ろにあるこれはね、通常品ですとね、航空局3とか入ってるとこなんですけどもね、これに関しては特になんかよくわかんないですね。リアは相変わらず面白みがないですね。で、反対側ですね。で、こっちにもね、なんかこのよくわかんない部分が、黒く塗装されてますね。一応アクションとしてはサスペンションが効くと思うんですけどもね、こちらは効かないですね。シャーシが専用なんですかね、これ。アルファナンバー242、ファイヤーエンジンと書いてありますね。2003年トミーと。通常品はこういう金属シャーシなんですけど、これはプラスチックのシャーシになってますね。で、屋根は、まあ、こんな風になってますね。アニバーサリー同様ね、メッキパーツとなってますね。で、ここにね、マグナムレスキューのエンブレムが入ってますね。続いてこちらですね。伊東洋華堂特注、懐かしの消防車。こちらは2007年1月6日発売で税別500円でした。こちらも以前紹介したことあるんですけどもね。まあ、開けていきたいと思います。
通常品はね、富隠し同様、航空局3という表記となってますね。ただ、富隠しと違いましてね、色がですね、朱色というよりかは、こう、ちょっと蛍光色ではないですけども、明るい色になってるんですよね。まあ、細かい彩色がされてるということと、ターレット、放水銃が、まあ、赤く塗られてるっていうのが特徴ですね。ちょっとパーッと見ていきたいと思います。フロントはね、このようになってますね。ヘッドライトがちゃんと塗装されていまして、ナンバープレートも白くなってますね。で、今まであった東急という表記が、このトミカからなくなりましたね。さっきのマグナムレスキューの時は、ちゃんとあるんですよね、東急と。で、サイドこんな風になってますね。こちらはサスペンションのアクションがちゃんとありますね。で、ホースリールですとかそういったプラスチックのパーツは黒色となってます。こちらね、航空局3という表記ですけども、これは単方印刷ですね。リアこんな風になってますね。ナンバープレートが白く塗られてまして、テイランプっていうかこれウィンカーなのかな?これがね、オレンジ色を塗られてますね。テイランプだな、多分。で、反対側にもね、航空局3という表記がありますね。シャーシはこのようになってますね。金属シャーシでしてですね。先ほどのと違って、元に戻ったという感じですね。で、トミカ本体と同じ色で塗られてますね。で、屋根はこんな風になってます。放水銃が赤く塗られてまして、3の表記。ここにちゃんとされてますね。トミカ時の時はこれがなかったんですよね。他のトミカと違いましてね、ホイールが赤メッキとなっているのも特徴の一つですね。まあ、東急化学消防車としては最後のバリエーションとなると思うんですけどもね、ハイパーブルーポリスの HB02 ブルーハスキーですね。こちらは2007年4月26日に発売され、税抜き600円だったようです。税抜き600円だったようです。まあ、後ろこんな風になってますね。ブルーハスキーとは、他のパトロールカーと協力して逃走する犯人を追跡、逮捕する特殊装甲車両。強固な車体は犯罪者からあらゆる攻撃を跳ね返したり、犯人の逃走経路を遮断することができる。車体上部に装備している大口径の無反動砲は犯人たちを一網打尽にできる捕獲用ネットや鳥持ち弾を発射したり、放水銃としても使用できる多彩な機能を持っている。開けていきたいと思います。弱いから助かります。まあ、こちらが何隊員か知らないですけども、女性隊員ですね。はい、こちらのモデルですけどもね、特殊装甲車ということでね、まあ、ボート鎮圧用の車かなと思ったんですけどもね、まあ、先ほどの説明見る限りはね、なんかいろいろできるみたいですね。まあ、装甲車ということでなんか拳銃とか撃っても大丈夫なんですかね。まあ確かにこのトミカというかこの車自体がそもそもなんか装甲車みたいな見た目をしてるんですよね。航空火災っていうのは熱がすごいんで、それに耐えるための装甲なんですよね。それゆえにこういう装甲車したデザインとなってるんですよね。私はこれすごい大好きです。ではね、見ていきたいと思います。フロントはね、このように02ポリスの表記がありますね。他の車両と違ってなんかここグリルみたいな感じになってますね。もしくはあれですかね、特殊部隊である SAT が使っている銃器対策車みたいになんかグラップルがついてたりするんですかね。で、このようにね、ライトパーツ及びバンパーのパーツは、こう、グレーになってますね。で、ナンバープレートの東急の表記はやっぱりないですね。まあ消されちゃったんでね。で、このようにね、ガラスパーツが今までになかったオレンジっぽいスモークのものになってますね。で、サイドはこのようになってますね。ハイパーブルーポリスという表記がここにありまして、エンブレム、ここにありますね。他のトミカはね、全部消防車。これに関しては唯一警察車両なんですよね。なんでこれだけ朱色ではなく、青白塗装となっているのが面白いですね。で、あとあれですね。ここに02という表記がありますね。で、サスペンションのアクションが、まあ、効きますね。ホースリールですけども、こちらはグレーとなってますね。で、ホイールがこのようなワイドホイールみたいなものになってますね。これはですね、小島フォードやロータスのホイールである、10F と呼ばれてるホイールですね。まあ、ちょっと面白いトミカですよね、これ本当に。他の東急化学車とはすごい差別化を図ってくるところが面白いですね。で、リアこんな風になってますね。まあ、イトヨ特注同様にですね、テイランプは塗装されてますね。で、ここのよくわからないこの部分ですけども、なぜかグレーで塗装されてますね。で、反対側ですね。こちらもハイパーブルーポリスの表記がありまして、サスペンション動きますね。で、まあ、シャーシはこのようになってますね。これも一応金属シャーシですけども、東急化学消防車の表記がね、一切消えましたね、これは。製造国はメイドインベトナムとなってますね。こちらの時にもすでに東急化学消防車の表記はない。伊東洋華堂特注の時にもう東急化学消防車ではなくなってしまったんですね。まあ、実際、伊東洋の箱にはね、化学消防車としか書いてないんですよね。東急とは書いてないんですよね。で、屋根はですね、このように、ここの蓋がグレーで再現されていて、
ポリス02の表記がありますね。で、硬いな、やっぱり。放水銃はグレーのものとなってますね。で、赤色灯がですね、一応ここにあるんですけどもね、ちっちゃいやつが。赤く塗装されてますね。で、スーパーアミラスなどについている、このような薄型 LED のタイプの赤色灯がついてますね。他の東急化学消防車にはね、このような装備はついてないんですけども、これにはなぜかついてますね。あくまでこのハイパーブルーポリスのブルーハスキーに関しては架空のミニカーですからね。まあだからこそできるんでしょうけどもね。まあこのブルーハスキーですけどもね、2010年4月8日にブルーハスキー2として3型救助車をベースにしたブルーハスキーが登場したということで、こちらはね、その後なくなってしまったんですね。というかよくもまあ未開封品を見つけたなという感じなんですけどもね、正直。先ほど言いましたけどね、このトビカ2007年発売なんで、東急化学消防車としてはおそらく最後の販売品になるでしょうね。もしかして東急の字を消したのってこっちのためだったりするんですかね。まあ実際のところはね、タカラトミーの社員じゃないと分かりませんね。はい、というわけで今回はね、こちらの東急化学消防車の方を紹介させていただきました。大まかなバリエーションで言ったらこれで全部じゃないかと思います。1963年から使われてる化学消防車ということもあってね、さすがに退役時期がね近づいてるという感じみたいですね。実物見たい方はね、ちょっとお早めに見た方がいいですね。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。